a mí me mandan los inscritos de campa, un buen amigo de cara. はい、一匹目釣れてくれました。よし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 、はい、二匹目、よし、はい、三匹目、よし、はい、四匹目、ちょっとだけちょっとだけサイズアップかな。よっしゃ、よっしゃ、いた、いました、いました、よいしょ、結構かわいいち、はい、こんなセットでね、ドライブ SA すぎる、来てくれましたよ。これはちょっといいサイズじゃないですか。綺麗なバスね、がっつりかかってライトテキサスリグでスイミング気味に誘ってみております。3本、ガリガリ、1585、おめでとうございます。ちょっと前の方。
あ、第2位の方惜しいですね。すごい、もう30分くらい臭いですね。もし、まあ、まあまあ、素晴らしいことなんで、第2位の準優勝の方、原田さん、1995g。やるなぁ、順当なところで、栄えある優勝の方です、ね、まあ、有名な方ですね、はい、松本さん、1990g です、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ですね、プラをして、で今日釣ったのは全部イノカワです。で昨日プラはイノカワ行ってなかったんですけども、なんかいろいろ聞いたらイノカワがなんかいいみたいなこと聞いたんで朝直行してみました。で結構先に何名かいたんで、王将の辺りから釣りを開始して、で最初のうちは薄ゴミのカバー、シャルの薄ゴミのカバーを全部釣ったんですけども、まあ、ちっちゃいかな、そういう場合とかいっぱいあって、で、そのままずっと同じような薄ゴミカバー打ってたんですけども、あんまりいい感じがなくて、でたまたまバンク沿いを流していってて、ボートポジションぐらいのところに、1本木があったところで、ちょっとちっちゃいベイトが出ていて、でその後にバスも見えたんで、まあ、ちょっとこれボートポジションかなっていう感じで、カバーを打ってるポートポジションの真下、こちらを、重点的に猫リグで打ってきました。で、まあ、そのまま流していって、包丁の角ぐらいでちょっと測ってないんですけど600ぐらいこれ1本入って、でまたずっと流して、ヘアピンになるカーブ、この、右側のサンドバーのところに、ちょろっとうっすら見えるような枝ですね、そういうようなところのもうほぼオープンウォーターのところにネコリグを入れていくっていう、ネコリグとダウンショットとね、それを入れていくっていう釣り方でした。で本当はメインは上流でサイトやろうかなと思ってたんですけども、ボスはほとんど見えずやっちゃったなと思ったんですけども、そこからまた下って上流に下って、2個目のカーブのところですね、辺りから100メートルぐらいの間、そこが一番魚が濃いような感じがして、でちょっと水深も出てくるんですね。その辺の、また同じようなちょっと沈んでるちょっと大きめの、何かですね、ここに、またネコリグとダウンショットを入れてきました。でダウンショットは、今回ちょっと 1.5 のダッカーワイド、ちっちゃいあれのダウンショットと、あとネコリグはトーナメントクローラーの 4.5 とスワンプジュニアですね。ウアはこんな感じで、ウイットは 2.7、 スワンプが 2.7 でトーナメントクローラー 1.3、 ダウンショットがダウンショットの側も 1.3、 ウアはこんな感じです。はい、今日はずっとイノカワで今日一緒に乗ったんですけども、ボーッとで10本ぐらい同じような感じ で、やっぱり数ゴミのバンク際をやっちゃうとやっぱり200とかそういうのがあったんで、まあちょっと下だったかな、ボートポジションだったかなっていう感じですね。はい、そんな感じでした。はい、わかりました。じゃあ、優勝のその結果ですか、お客様いくつの帽子をかぶってる人だけでじゃんけんでこれ買ってください。先日発売したばかりなんで、まっかまっか、最初はグーじゃんけんポン、じゃあ2人でいきます。最初はグーじゃんけんポン、おめでとうございます。ありがとうございました。ですね、今回で4回目になるファイダーアップカップなんですけれども、まあ、本当に
あの僕一人ではできなくて、皆さんの協力で、こうやって成り立ってますので、やっぱり多くの協賛、協力してくれるメーカーさん、まあ、本当に個人的なつながりもあり、まあ、本当にメーカー同士のつながりがあって、ね、声もかけずに協賛してくれるメーカーさんもいっぱいいる感じになってます。ありがたいと思います。ハイドアップだけじゃなく、今回協賛していただいた三島子さん、バリバスさん、名宝さん、RCMF、アクション、DRT、スバーグリーンさん、フラッシュユニオンさん、サマランバイオン、長野さん、ベースエコーズさん、昭和電機さん、神谷所のデジーノ、本当にありがとうございます。また来年できたら、さらにパワーアップしようため込んでるものはあります。今回参加費は莫大になるかわかんないですけど、これ以上赤字になると本当に僕も困っちゃうんで、今回限定商品を持ってきたんですけど、想像以上に売れておりません。ぜひ買ってください。はい、とりあえず今回新製品もね、来年発売します。ワイドホグですね、3.3、4インチ、先日発売しましたカルラバ、その先にセットしたい、ぜひ使いやすいルアーになってます、見てください。ちょっとね、本当ハイドアップは、僕一人でやってるメーカーです。一人でやってるにもかかわらず、本当にこういうね、たくさんのメーカーさんが陰で支えていただいて、で今日本当にみんなに集まってもらって、多くの方に支えてもらって、一人だけではできない状態でここまでやってこられました。でどこまでできるかわかんないですけど、日本一のメーカーさんを目指してやるつもりで、ハイドアップはハイドアップらしく、僕は僕らしく、本当に宣伝とかそういう、そういう派手なことは僕はすごく苦手で、自分の足で自分で伝えていく、でみんなの力、人間同士で人と人をつなぎ合わせて、釣りっていうものを楽しさを伝えていくっていう方法で、僕は地道にやろうと、ずっと決めてやっております。なかなか本当地味なメーカーでもあるんですけれども、本当にこうやって皆さん集まっていただくことになっております。で今回集まっていただいたスタッフ、ありがとうございます。で今日本当にこれね、環境のいい配信をさせていただきました時田坊さん、感謝いたします。ありがとうございます。来年はぜひ暖かい時期にっていうことを毎年言ってるんですけども、なかなかできませんので、多分来年はもっと寒くなるかわかんないですけど、なるべく、今日予約したい。え？7月、次回は7月の頭に僕が予定空いてればですか。と思っております。いいですね。それが無理なら10月、11月、本当にハイドアップ製品、こういったきっかけでぜひ試してください。なかなか